どうも皆さんこんにちは、さとみです。2024年新年明けましておめでとうございます。今回なんですけども、新年ということでそれにちなみましてステーション5というね、ゲーム遊んでいきたいと思います。そうですね、何も関係ないです。どんなゲームかというと、かの大ブレイクした8番出口ライクなゲーム。もうこれで説明は十分でしょう。知らないって見ればわかります。でね、このゲームめちゃくちゃ難しいらしくて、ほら見てよ、プレイ、そして下プレイイージートレイン、よくわかんない。もう簡単な電車、全然わかんない。簡単な電車の意味が。もちろん俺はノーマルモード遊んでいきたいと思います。ステーション5。お、ガイド。あのね、来た来た、早いよ。全然ガイド読ませる気ないじゃん、早すぎるって。今回ね、この説明をね、しっかり見ていきたいと思います。僕あの最近実は英語やってまして、英語ね、結構読めるようになったんですよ。なんて書いてあるか、読みますね。昨日見てはならない。ああ、終わった。嘘です。書いてないですね、そんなの。ガイド。When a train arrives, check the train and station for anomalies.まあ、電車が来ると。で、電車に、あ、駅にも異変が起こるんだ、このゲーム。電車という駅に、まあ、異常が起こると。if so, anomalies are found, skip the train and wait for the next one. なんかまあ、見遅れと異変があったら。異変を見つけることができたら、電車を 見遅れと、次のを待てと。異変が見つけられなかったら、その電車に、まあ、乗って次の駅に行って、多分これね、5駅分これ通過したらクリアになるんじゃないかというところのゲームです。めちゃくちゃわかりやすくない？説明。ガイド読んだだけ。ガイド読んだだけ。さあ、じゃあちょっと乗ってみますか。電車に電光掲示板。ステーションゼロって書いてある。5番出口目指す。来たなー。何この、子供のテーマパークみたいな、この床あるやん。なんかこの砂利石と一緒にさ、ちょっとこう綺麗な感じで混ざってるやつ。ただ電車でこれやられたらめちゃくちゃ汚い。いや、シンプルにゴミやん。よく見たら。石に埋まってる模様かと思ったら、これやっぱゴミやん、これ。なんかちょっと配色違うと思ったんやな。はい、電車が続いていますと。これね、なんかマップみたいなのがありますね。全然何書いてるかわかんないけど。なんか英語ってむずいな。このさ、1800、頼むから、一桁変えることやめてくれ。頼むから一桁シリーズやめてくれ。で、ステーションゼロ。え、待って。え、これも始まってる？まだ始まってない？え、わかんないんだけど。これが多分異変がない電車ってことだ。これが通常時こんな感じの電車ですっていう。ちょ、みんな覚えよ、覚えよ。これが普通の電車です。どうぞ、覚えてください。いきますよ。ゆっくり歩いていくんで。はい。なるほどね。まあまあ、これ絶対、ミソ。左1、右2。で、2、うわ、むず、3、2か、ここは。で、女の子がいると。これしゃがめない？しゃがめない？しゃがむボタンは？スタイルがいいぞ、この子。ピチピチの服着てるやん。かわよ。顔見えないけど、かわよ。で、まあ、なんか、ようわからん広告がたくさん。怖い、待って、怖い怖い怖い、異変、怖い怖い怖い、左右向けなくなった、左右向けなくなった、ほら、見て、まぐってるまぐってるまぐってる。あ、これマウスの電池切れただけや。じゃあ、至急、新しいマウスにしてきたんですけど、このマウスちょっと動かすだけでこんぐらい進むんじゃんだよ。めっちゃ速いでしょ。でもね、みんながちょっと酔わないぐらい、すっごいゆっくり動かすわ、じゃあ、手を。いきます。いきます。あれ？え、今度はキーボードの電池切れたんだけど、異変起きすぎやろ！直しました。はい。というわけで、まあこれが、おう、Please eat skip train。なるほどね。ここでいい押したら次の電車が来ると。見送って。次の電車が、参りま、いや、死んじゃう！びっくりした。落ちれるんだ。まさか。まさかの。うわ何事もなかったかのようにね、電車は到着すると。これはもう始まったっていうことでいいのかな？え？待って！時間表示されてる。50秒っていう制限時間があるんだ。しかもこれ、走れます。探せ。異変は、まあ、なかったらないに越したことはないよ。でも待って、激ムズじゃない？ 50 秒と選択、制限時間あるってこと？激ムズやん、このゲーム。え？え、こんなのあったっけ？こんなのあったっけ？ちょっと待って、わかんない。電光掲示板流れてたよね。流れ、待って、この B が A だったかも。待って、あと30秒しかない。でも、こいついた、いた、いいよ。この子は、あれ？こんなミニスカだったっけ？いや、こんなミニスカだったな。こんなミニスカだった。待って、これは、間違いなく、
電車異常ありません。皆さん、これさっきの電車と何にも変わんない。なん、え、ベルが鳴った。え、残り10秒になったらベル鳴ったんだけど。え、待って、さっき鳴ってなかったよ。鳴ってなかったっていうか、さっきは秒数がカウントされてなかったけどさ。え、10秒になって電車来て、え、あ、異常がない電車が来るまで進まないんだ、これ。そうか、次の駅行けないもんね。え、異常がない電車ガチャってこと？つまり結構だるくない？てかむずくない？シンプルにハイアンドローやん、こんなん。ハイアンドローっていう言い方、言い方めたい。何ハイアンドローって。でも この子もね、アイコールズ、この雑誌絶対変化出ると思うんだよな、これ。どうする、女の子急にこっち向く子だったら。変わってない気がするけどな、何にも。これといって、待って、落書きあったっけ、こんなとこに。あったような、なかったかのような、なんとも言えんが。え、でも特に変化はない。これは乗っていい電車なんじゃないか。あんまり変化なさそう、この感じ。乗るか。ああ、いいよ、いいよ、いいよ。連れてかれた。あれ？またトゥン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 って鳴ってたぞ。揺れてるー。これでさ、間違えたら怖い人の顔がバンって出てくる系だったらめっちゃ嫌なんだけど。次の駅にたどり着くことはできるのか。でも異変ない気がするんだよな、俺。別に。次の駅にやってきました。さあ、何番駅だ？ゼロー！やかましいな。戻ってきたやん。異変あったんかい。めちゃくちゃめたいこと言うけどさ、進まないとこれ増えないってことは、ステーションの数。最初の1ステージはとりあえず乗っとけばいいんじゃないか。とりあえず失敗してもリスクないから、とりあえず乗るが安定なんじゃないか、最初は。こんなとこに雑誌なんかあったっけ。まあ、落書きあるんよな、これ。落書きあってエマージェンシー書いてある。結局ねえ、これストップって書いてあるから変わんない。何も変化がないように感じる。むずない？このゲーム。めっちゃむずない。これあった。え？広告の位置、同じか？同じか？この子別に違和感ないもんね。違和感ないよ。え？何も変化わかんないんだけど。カヌー、乗ってる。全然さっきと変わんない。え？ドクロ、ドクロ、ドクロ、ドクロ書いてる。これ絶対ドクロ書かれてなかったよ。あれ？本当か？見てない気がする。でもドクロ書いてあるなんて怪しいでしょ、絶対。乗るかよ。いや、でも最初は乗った方が得。乗り得。残り時間が4、3、2。え、待って。え、あ、出されちゃった。あ、さよなら。じゃあさっきのドクロ見たい。さっきのドクロ確かめよう。ドクロ警察入ります。測れとるやないかー。え、待って。左2だったっけ、これ。右2じゃなかった。右2、左1の法則じゃない？椅子の形が違う気がするんだけど。みんなわかる？この変化。どう？なるほどね。まあまあ、あー、これ絶対、ミソ。左1、右2。これは変化、なし、です。多分、知らんけど。いや、まあ、強いて言えば、椅子が怪しい、椅子が。左1、右2だった気がしてきた。だんだん。え、もう自分が信じられない。自分信じられないんだけど。どうする？でも、答えは、駅に書いてある。行きます。ステーション？うん！ゼロ！左1、右2。左1、右2。え？さっき左2じゃなかった。あ、やばいやばい。もう何にも覚えてない、これ。俺もう何にも覚えてないわ。あ、お前、位置が違う、位置が違う。わかりやす。わかりやす、ずれてくれてありがとうね、なんかね。奥に。そっちの方が座りやすいかな。初見だったらね。で、他は、もうないね。さすがに異変は1個だろ。これは、100、見送ります。こんなに気持ちよく見送れたかいないぜ。でもそれ以外はノーマルってことやんな。で、つまり、ここも覚えよう。完全に覚えよう。左が1、左1。で、あとは2の法則。奥が2。出ろ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 。いいよ。これは絶対に異変者。100異変だったけど、異変だったがゆえに、ステーションは0のまま。これ落ちたらリセットされる。大丈夫？落ちちゃダメやっぱ。電車が来まーす。うわ、怖すぎー！スレスレ、スレスレ。駅員さん絶句。進まない。絶対に異変あったのに進んでないんだ、やっぱ。異変がない時じゃないと次のステージに進めないってガチエグい。いや、異変めっちゃある！もういなくなっちゃってるじゃん、もう。消えちゃってんのよ、姿が。なんそれ、わかりやす。そんなパターンあるんだ。女の子いないなんて。じゃ、これもう、はい、行っていいよ。ねえ、異変がない電車来てくんないと進まないんだけど、これ。ステーション5にたどり着くの激ムズじゃない？もしかして。イージートレインの意味がね、ようやく分かった、俺。これね、無理だ。クリアすんの。クソむずい。あ、駅にも異変起きるって言ってたな、そういえば。まあ、でも、
なんかそんな異変が多分あるとしたら、この電光掲示板か、まあなんだろう、この鉄格子外れるとかないと思うんだけどな。まあ見てきま、あ、異変やん、わかりやす、鳥肌えぐい。ん、おい、まあ、足跡に合わせて電気つけたり消したりすんな。誰か見てるやん、これどっかで。なあこの立ちの悪いいたずら。異変者しか来んて、進めないって、次の駅行けないんだから、このゲーム。おい、これ一生異変者来て、一生俺この駅や。もう面談とか取引先とのね、なんかそういうのあったら切れてるよ今頃。駅変化なさそうだよね。倍速で時間進んでたりね。いや、変化、変化なし、これ変化なし、行きます。今のところ変化は見れない。変化ないよ、ない。あれ、なくない？お前そんなとこにあったか？お前そんなとこにあったか？ライブフリー。え、ここ、え、広告の位置変わってる。え、ここカヌーだったよね、やっぱ。こことあれが入れ替わってる。だから進めないのやめてくれ。進めないのやめてくれ。ねえ、一生進めんて。これさ、次の駅に行った時になんか4駅分進んだりしない？今結構ビンゴしてると思うんだよね。ミスってないと思うんだよ俺きっと。変化、駅の変化は感じれない、特に。おーい、変化しとる。ねえ、これライン、線路、NA になっとるって。これさっき 23F とか書いてあったのに、もう一生進む。待てよ、逆に言うと今は電車内は何も変化がないということ。あと何秒？あと15秒か。なるだけ探そうぜ。これ、あい、落ちてる。落書きある、落書きある。あと10秒ね。広告の場所とか覚えた。オッケー、オッケー、オッケー。なんか覚えてきた、覚えてきた、覚えてきた。見送る。じゃあねー。いけるぞ、これ。俺もノーマルの電車、100% 覚えてる。てか、ここ見破んの偉くない？ほら、23F。いらっしゃーい。到着でーす。では。お！パッと見変化、パッと見変化ないぞ。これ落書きあるね。行くよ。今んところ変化ない、変化ない。あれ、ついに、ついに何の変化もない、ついに来た、ついに。あ、これは暇、あと10秒やな、あと10秒。オッケー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 。あー、やっと普通電車来た、嬉しすぎる。普通であることの幸せめっちゃ噛みしめてる今。行こうか。これさ、こうやって窓の外見てたらどうなんだろう、わかんのかな、電車が駅に入るときになんかあのステーション1になってんのかな。いや、これでステーション0だったらもう泣く、絶対涙出る。2024年初めての涙出る、さすがに。あれ、まあ降りてくださいと1回降りたら1になるやんな。あの人生でやったゲームで一番むずいかもしれん、これ。こっち見てきた、かわいい、顔もかわいかったのか、お前。角度によってちょっと変わるな。こんぐらいが一番かわいい、顔の半分がちょっと隠れてるぐらい。こうして全部正面に当たっちゃうと、もう一回見て、ここな、ちょ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 無理かも、このゲームクリアするの難しすぎて。本当に人生かけてあの間違いを探す。いや、間違いは当たってんだよ、間違いは当たってんだよ。行くよ、33すり合わせる、左、1、2の法則、OK からの、大丈夫。あ、今度こそ間違いない電車、これ。今度こそじゃない、みんな。え、これは、間違いない電車でしょ、絶対。間違いない警察呼んでいい？そろそろ呼んでいい？これは、いや、ドクロがない。ドクロない。あれ？おーい、変化出してくんなって。変化やめろ。一生進めない。ね、一生、今の見破れんのなかなか嗅覚いるよね。まず、ここから確認する。23F になってます。入りまーす。チラ？変わってないね。変わってない。あ、みんな、これは完全に普通車。あ、これは普通。これは普通です、皆さん。ファイナルアンサー。もう見切った。あー、やっと駅進むわ。やっと進む。これはガチで普通。間違いない。見てって。あー、やっと、やっと一個進む景色見られる、ほんとに。激ムズなんだが、このゲーム。むずすぎるやろ。さすがに。いや、まだステーションゼロ。大丈夫。まだステーションゼロ。いくよ。はい、これ1になります。ならないよね。だよね。知ってたよ。あー、もう飛び降りようかな、ほんとそろそろ。そろそろしんどくなってきた、マジで。むず。なに、このゲーム。無理や、こんなん無理や、もう。クリアできないよ。いや、わかんない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 。え、全然普通車なんだけど。バチクソ普通車なんだけど、今んとこ。
ええ何ちょっと待って、ええ疑心暗鬼疑心暗鬼、えでも失うもんないからとりあえず乗っとく。失うもんねえんだよな俺本当に。行くわ、行きます、頼む頼む頼む、次の電車次の電車来てくれ、頼む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 、マジでお願い、ステーション1、1の景色見たい、ステーション1の景色見せてくれ、お願いだ。広告とかもさ合ってるよねこれ、間違えてないと思うんだけど、おそらくステーション2ステーション2ステーション2は、ステーション1、初めて初めて、嬉しい、あー初めて行った、嬉しすぎる、スルスルんだよこれ、ステーション5まで行くのやばすぎるって、めっちゃ大変めっちゃ大変よ本当に、これこのチャンス無駄にするわけにはいかない、このビッグチャンス俺はものにしてみせる、何も変化はない、行くよ、チラ、あこれも変化ない気がする、いや待って慎重に行こう、こっちからも見ようぜ、えみんな変化わかる？全然わかんないんだけど俺、変わりがないように感じる、激ムズ間違い探し始まってるね、激ムズ間違い探しだよ、あこれは 100% 異変な、あれ何これ、えブザーブザー、こんなんなってなかったよね、えなってなかったよ今まで、え怖っ、急に急にブザー、あでも今の見送るっていう行為はとりあえず1には入れるんだ、間違ってても本当に異常がなかったとしても、そういうこと、では行きたいと思います、怖い怖いマジで怖すぎ、やばい、なんか怖くないのに鳥肌立ってる俺今、間違えることが怖すぎて鳥肌立ってる、こんなん初めてこんなん初めて32なんだけど、これ元から32だったっけ、ここ33じゃなかったっけ、32なの、貴重くない、違和感えぐくない、なんで32なんこれ、今このゲームのまあいいところとしては、とりあえず分かんなかったら見送る、怪しかったら見送ることでまあなんとかなるみたいなとこはある、正直、えここ3人怪しくない、あえブザーは、あれこれブザー鳴らないっていう異常、ええちょっと待って、あの10秒前に鳴るブザーで俺もうそろそろ時間かって判断してたんだけど、えそんなことある、そんな意地悪なことある、え生き残した、待って待って、これでこれでゼロに、これは完全にこの駅の評価 Google 星1